ということで本日も YouTube やっていきたいと思います。本日なんですけれども、久々に野球指導は、お休みということでですね、最後までぜひ、お付き合いいただきたいと思うんですけれども、矢場さんおはようございます。おはようございます。今何時？今、朝の6時30分です、ね。6時半ですね。はい、矢場さん結構遠いからね。朝早く、ありがとうございます。ということで何をやるのかというところなんですけれども、皆さん矢場さんがいるということで、感づいた方いると思うんですけれども、で早速ちょっと矢場さんを呼んでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん、最後までご覧いただければと思います。はい、ということで矢場さんおはようございます。おはようございます。何持ってんの？いいもの持ってます。いいもの持ってるね。じゃあ山さん早速、はい、曲の方発表してください。本日はポケモンカード開封第2弾、はい、お渡りありがとうございます。来ちゃいましたよ。やっちゃいました。ポケモンのカードですね、診断開封っていう動画を以前にね公開させていただきまして、で、そっからですね、竹内隊長、私ポケモンとトレーナーの沼にハマってしまいまして、入っちゃいましたね。入っちゃいましたね、完全に。はい、そうです、ね。じゃあ山さん早速、はい、こちらです。ちょうど昨日ですね、はい、発売された白熱のアルカナですね。トレーナーでしょ。なんか前回もちょっとこうスマートな感じ、ね、そうです。今回のは強化拡張パックといって、うん、1箱に20パック入りで、なるほど。で、1パックに1枚キラカードミラーだったり R だったりっていうのは確定っていう、そういう箱なんですけど、あ、なるほどね。じゃあなんかあんまこう外れっぽく、外れが出るみたいな、まあ、そうですね。キラキラしてるんで、あの当たり感は割とあるかなと。なるほど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 。当たり感は、はい、当たり感は高いです。これね、あの開封していくとね分かると思うんですけど、当たり感あった方がね、メンタル的にはね、まあ楽しいんですけど、はい、やっちゃいましたね。もう購入大変でしたね。これ大変だった。やばかったです。今回やばい。どこのお店 もう事前抽選で、当日買えない。自分も事前抽選が結構多く起こっちゃったんで。多く起こっちゃった。多く起こっちゃいました。唯一当たったのがポケモンセンターオンライン。ポケモンセンターオンライン、結構その予約はしたの？結構やってました。山田電子さんとかのオンラインのポケモンとかで、その自分以外に親の名前借りてとかで、マジでいくつか入れてたんですけど、全部落ちました。マジか。僕もですね、はい、その実は昨日山田さんにね連絡してね、やってたんですよ、連絡が、林さんやばいっす、買えないっすみたいな、やばいぞということで調べてみたら、島倉とかもえそう予約やってるんだよね。マジっすか。あ、いけんじゃんと思って、アクセスしてみたら大変混雑しておりますので、うわ出た、最後やり直してくださいみたいなのが出てですね、で僕もこうやり直してはいたんですが、何十分後にやったら完売しました。うわマジか。やばくないですか皆さん。これそうっすよ、やばい。今回のその当たりカードっていうのは、当たりは、大きく言うと2つですね。2つ、まず1つ、一番大当たりセレブの SR です。ございます。セレブちゃん、はい、もうとても可愛いイラストで、もう後ろから振り返ってる、ヤバセレブ可愛い。あ、もうやばいっす。マジか。前回はさ、ポケモンだったじゃん、はい、一番ギラティナ、ね、ギラティナ V の SL でした、ね、出しちゃったじゃん、それはね。今回はその、何、女の子なの？女の子です、今回はもう。なるほど、なるほど、なるほど。で、もう一つのあたりが、振袖っていうキャラクターの、はい、SR です。着物のポケモン？はい。あ、女の子。女の子です、もうその、魅力で出すと思う。あ、じゃあ今日は何、こう、ナンパしろってこと？あ、そうです。なるほどね。そうです、そうです。今回皆さんは、女性をヤバさんがナンパに行くそうです。はい、はい、そうですね。じゃあそのね、セレナちゃんと、振袖ちゃん、はい、をちょっとこうゲットできるように頑張っていきますので、ぜひ、皆さん最後までお付き合いいただければと思います。じゃあ早速山さん、はい、行っちゃいましょうか。行きましょう。はい、ということで皆さん20パックでございます。これ意外となんかあれ少ないなみたいな、重みが違いますよ。重みが違うんだ。その中にセレナちゃんがいると思ったらもうやばくないですか。そんな可愛いの？セレナちゃん。マジめちゃめちゃ可愛いですよ。女優で言うと誰みたいな。女優で言うと、女優あんまり知らないんですけど、アイドルもあんまり知らないんですけどポケモンしか知らないもんね。ポケモンとあとプリキュアしか知らないです。プリキュアで言うと、、うん、まあピンク元気のいい、そうですね、ヒーリングとプリキュアのキュアスパークルみたいなそう、山下さんたまにプリキュアもナンパしに行くからね。そうですね、もう毎週日曜日、ちゃんと観察してるんで使われるよ。ヤバさん現行犯逮捕だ。見るだけならセーフです。見るだけならセーフなんで。確かに、はい、拝めるだけなんで。そうです、そうです。10パックじゃね、はい、分けていきましょうか。そうですね、20パックなんで。よし、じゃあ3、4、5、6、7、8、9、10、ここですね。そこでいいですか。前回ヤバさんね、あの買い引きしちゃってるから、もう早かったんです。じゃあ前回と一緒で、ヤバさんまず1回ですね、はい、後半僕がいきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあヤバさん、はい、
まず先頭バッターね。今回、前回と違って20パックなんで1個ずついきましょう。1個ずついっちゃいますか、地道。オッケー、いきます。はいはいはい。おー、ボルケニオン、ボルケ、お、ペラップのミラーですね。これは何？ちょっとね、これミラーカードって言って、ミラーカード、ちょっとキラキラして、なるほど、今わかるですか？うんうんうん、で、ポケモンのね、そうです、モンスターボールの柄が入っててっていうのが、今回のこの白熱のあるかなは、1パックに1枚は確定で入ってます。なるほど、入っちゃってるんですね。なるほど。はい、じゃあ次。次行きましょうか。ニャスパ、ニャスパ可愛いですね。ホエルを。お、ザルード、ザルードは、おっ、これはなんで、これはドーブルの CHR、 ドーブルの CHR、 はい、キャラクターズレアですかね、うん、特別イラストの、まあ、カードに当たり、まあ当たりっていうか、まあ中当たりか中当たりって感じですかね。まだ未だこう、まだもう、まあ、SR って言われるものは出てない、出てない。ダブルレアも今出てないです。なるほど。もしかしたら大地さんの方に固まっていて、しゃるんじゃないんですか？ありますね、セレナちゃん。セレナありますね。おー、ザシアン。ザシアン。はい。そして、あ、セレナですね。そうです。これは、これではないの。これではない、ね。これはセレナのミラーカードです、うん。この子ってことでしょ？この女の子です。毛量多いね。いや、これが毛量多くない？あの XY のアニメ見てください。あ、オッケーです。あ、最高です。ザマゼンタ。そしてジャッジマン。ジャッジマン。ヤマさんは？ザシマン。違う、次行こう。あ、これは普通のセレナですね。ちょっとセレナちゃんもうフェイント受けないでよ。来てますよ。来てるね、セレナちゃんね。お、輝くフーディン。輝いてる。はい、うんうん、輝き枠って言って、うんうん、1箱に1枚は入ってる。なるほど。輝くなんとかっていうので、うん、イラストが普通のポケモンのね、色違いのイラストになるほどっすね。なってます。なるほど、はい、おお、これなんだ、これは、これはセレナの、セレナちゃん、そうです、セレナちゃん、 CHR で、 CHR、 はい、セレナちゃんとテールナですね。なるほど、セレナちゃん多いね、なんかね。セレナちゃん来てますね、これ、流れ来てますよ。今まだ寝てると思うんで起こしてあげてください。オッケー、モーニングコール俺がしていいってことね。どうぞ。了解しました。行っちゃってください。ラストですね、ヤマさん、これラスト1パック。オッケー。ジャローダ V、 ジャローダ、ということはこの後ろはジャローダ V スターですね。本当に、はい、ほい、本当だ。はい、ということでラストホエローで終わっちゃいましたけども、輝く風鈴があったりとか、あと CHR もね、2枚出たりとか、でセレナちゃんがなんと3枚も、かわいいっす、いっちゃいますか。じゃあ後半、じゃあ僕頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ山さん、後半戦いっちゃいますか。お願いします。出しちゃってください。このジャマの中におそらくセレナちゃんが入ってると思うんでね。ありますね。じゃあいっちゃいましょう。いきましょう。じゃあ1枚目、はい、いきます。緊張するよね、この瞬間ってね。ワクワクするよな。来るかな。おー、おー、来ないね。じらしますね、じらしますね。じらすね。前回ね、速攻でね、山さん当てちゃったからさ。取り高、いいですね。はい。お、セレナちゃん。普通のセレナちゃんが。いいですね。これは何？これいい感じ？カプテテフ、かわいいです。それも結構好きなカードですね。おー、いい、いい、これはミロッカロスの CHR ですね。 CHR、 はい、このイラストが結構綺麗でいいんですね。なるほど、そうらしいです皆さん、あとトリプルレアとかもまだ入ってるってこと？そうですね、あと1枚はトリプルレアがで、 SR もそのね、セレナちゃん出る、セレナちゃんも1枚入ってて、セレナちゃんも入ってますねって感じ。そうです、もう確定ですね、セレナちゃんは出ないってことはあんの、その SR。 いや、ないと思います。残り3枚、残り3パックですね。いきますよ、いきましょう。はい、おー、 UR だ。 UR? UR、 ウルトラレアです。ウルトラレア、レア度的に言うと一番高いレアです。あ、そうなんだ、はい、当たり、当たりです。多分 SR 枠が、うん、その V ガードエネルギー、え、じゃあ終わっちゃったこと、終わっちゃった、まだわかんないです。マジかー、 SR 枠終わっちゃった。セレナちゃんに会えないってこと？まだわかんないです。いや、まだわかんない。はい、この金ピカパックから出るところ初めて見ました。へー、何が出るかですかね。何が出るかだね。おー、振り袖だ、振り袖、これが皆さん振り袖、はい、お、アローラロコン V ということは、アローラロコン V スターということで、以上です。お疲れ様でした。じゃあエンディングいきましょうか。いきましょう。
はい、ということで、一発開封ありがとうございました。お疲れ様でした。残念ながらね、このセレナちゃん、このセレナちゃんのね、一番いいカードっていうの出なかったんですけど、まあ、ナンパ失敗ってことですけども、割とね、セレナちゃんには会えたんじゃないかなと多く会えました ね、はい、思いますし、ウルトラレアですか。そうです、ウルトラレアのカードもね、まあ、なかなかこうレア度が高いみたいなので、はい、まあ、良かったんじゃないかと思います、はい、プライベートでヤバさんがね、また開封すると思いますので、はい、はい、ぜひその時にはヤバさんがね、セレナちゃんをナンパしていただいて、お願いします。僕はね、既婚者だからそういうことなんだよ。いやでもあれですよ、ゲームの中のキャラクターなので、うん、どれだけナンパしてもいいと思います、うん、なるほど、はい、わかりました。ということで、まあ、皆さん、第2弾ありがとうございました。ありがとうございます。また診断がね、出る際にはもしかしたら、僕メラメラしてますから、第3弾開封動画あるかもしれませんので、ぜひお楽しみにということで、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた次回の動画で会いましょう。じゃあ皆さん、またね、さよなら。さよなら。